ゃあ共通テストの自己採点をやっていけば、結局倫理受けたんですか。正規にしました。どういうこと。討論の方ができたんだね。小説の方がだいぶ優しかった。英語リーディングですね。やばいやばい。数学 1A。 さあ残りは2かということで、合計は900点中放題始まりました。ムチチャンネル。さあ、はい、ユーロ来ました。こんにちは。はい、もう、こんにちはじゃないです。朝です。おはようございます。朝、早朝でございます。はい。昨日やってこなかったので、もう、すげえ視聴者が心配して大変でしたけど、受験はね、恐ろしいものですから、はい。ということで、じゃあ共通テストの、はい、自己採点をやっていけば。はい。結局、倫理受けたんですか。正規にしました。どういうこと。もう倫理本当にこの前がまぐれだっただけで、はい、もう全然後やったらできなかったです。そんな正規にしたんですね。もしというかパックで倫理を受け、現社を受け、そして本番は正規を受けたと、もうめちゃめちゃなんだけど。そうですね、正規高3までやってたんで。正規はまあ相澤先生に分析の動画は全部撮ってもらったんですけど、公民3つともやってもらったんですが、計算がって言ってましたね。はい、その辺が面倒くさかったという話でございました。はい、行きましょう。そういうことですね。丸してるんじゃなくてマイナスいくつって書いてあるんですね。それを丸してる。はい、4マイナス32。はい、ということで出ました。整形が68。倫理はやらなかったんですね。難しい。難しい。その、まあ、倫理が一番センター時代から変わってないって言われるやつですね。はい、まあ、知識があれば。だけど、まあちょっとマイナーな人がまた出たよみたいなの言ってましたね。そうですね、はい、書物とかがちょっと怖い。はい、ということでした。続いて国語ですね。評論がマイナス2、48。はい、で、小説がマイナス6、44。はい、あ、評論の方ができたんだね。今年小説の方がだいぶ優しかった。あ、そうなんですね。はい、もう配点が高いから。国語は、パックでは全然力を出せなかったですが、得意科目なんですね。はい、ただまあ、評論小説が得意なだけで、なだけなんですよ。ほぼ科目はです、ね、いっぱいやってるけど、はい、そこがまあ、はい、こっからです、問題は。はい、ただ今年は簡単だったんでね、古文がね。あ、そうなんですね。だから圧倒的に簡単な年って言われてますけど、ね、あ、マイナス7。古文が43ってことね。古典両方、古文ですね。古文が43ってことね。はい、3で、はい、漢文がマイナス20、30点。ああ、なるほど、簡単な漢文が一番低いということで今年は読むのがだいぶ量が多かったっていう話でしたね。そうなんだ。そうなんだ。そこで、まあ、後ろの第5問と6問ですね、そこが読む量が多かったっていうことなんですけど、何番目に漢文解いたの。もう一番最後です。最後にしたんだ。はい、だ、最初に解く人が多いのに。あ、最後にしたわけですね。そうですね、最初にやっちゃうと全然小説とか解き終わらないんで。ああ、なるほど。でもすごい古文に行ったんだね、それでね。多くの人は古文を捨てるんですけど。あ、そうなんですね。予備校行ったら聞くんじゃないの、その辺の話とか。国語はできるから好きなようにしなさいっていう。うそん、はい、それより英語がやばい。まあ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 、英語はやばいですけど。ということで、結果は、あ、足し算しないといけないから165ですね。あ、まあ8割ということでございました。なるほど、漢文の方を後に回すっていうのはなかなかすごいな。いないんですか。20って落としたでしょ。はい、漢文はだって満点狙える科目だからね。あ、うまい時間配分ができたらもっと取れたかもしれないですが。もったいない。もったいない。だから現代文だけで出願するとことかね。あ、だったらあれだけど、いや、多分古文にだいぶ時間かけてると思うな。もっと古文を急いでっていうのはあったかもね。したら、ではでは続いていきましょう。英語リーディングですね。やばい、これまあ難しかったと言われておりますから、うん、言われておりますというか難しかったです。はい、実際
-42 です。はい、58ですね。まあ妥当じゃない、多分実力的には。はい、だって和子が60代ですかね。ああ、そうなんだ。そうだ、和子はだって毎回90とか取れるけど全然ダメでしたから、やっぱりそれぐらい難しかったっていうのはあるので。え、どういう順番はまっすぐですか。でも5とか全部切ってました。うん、むずすぎて。そうだよね。だから5でできた点数は全部勘です。ああ、で6に進んだって感じですか。そうですね、6の A とか、うん、ちょっといけそうだなってところとかをピャッてやって、はいはい、まあやっぱり6も難しかったんでね。うん、 6B とかボロボロでしたねもう何言ってるか分かんない、はい、英語力というより思考力っていう感じの問題だったんでね、うん、難かったんで、まあ実力的にはそれぐらいになるんじゃないのって感じだと思います。はい、英語リスニングですね。だからその分リスニングが優しいっていう状況だったんで、なんかねトイックだったらそういう調整はあるけど、リーディングしか使わない人とかのね、そういうのはどうなのって思いますが、まあただ予言した通りでしたね。リスニングっていうのは別に難しくする必要がない、そもそもできない人がめちゃくちゃ多いから。なんでリーディングを難しくするだろうって、どういうふうに難しくするんだみたいなのを動画で言ってたわけです。まあその通りだって言われましたけどね。最初に一番簡単なのは分量を多くすることっつって、はい、さあ、はい、多くなりましたね。やっぱりそのリーディングって対策進んじゃうとできちゃうんだよね。ということで63ですね。はい、英語リスニングが。なるほど、これは耐えてない。やばい。どこでそんなに落としてる。まあ第1問そもそも落としてる。なんか3番。あららら、あ、シティホールのやつですね。はい、ここら辺がもう第3問がボロボロですね。第3問は取りたかったですね。第3問はそんな難しくないですね。で第5問が一番難しい最難関ですね。第5問もなんかボロボロ、はい、第6問が今年は優しかったのでだいぶ、はい、でただ6のそう B は取れるけど6の A を落とす人が多いだろうなっていう、まあやっぱりそういう感じでしたね。はい、まあ、あと3落としすぎですね、はい、5、6でだいぶ落とす人が多いかなっていうのが思った。はい、やっててどうでしたか皆さんは。はい、だから優しくてもまあある程度やっぱ平均が下がる理由としてはリスニングがとにかく聞こえない人がすごく多いからですね。理系科目でございます。はい、国立志望ですから数学 1A いきましょう。まあ去年がむずいとか一昨年のやつがあるから、まあ同じような感じって言うんですけど、まあちゃんとでも数学の先生曰く悪問を減らしながらもレベルアップはしてるっていう感じだったそうです。数学の動画も編集しました。後ほど出ますんでね、数学の動画も。はい、そちらも見ていただきたいと思います昨日3時過ぎまで編集してたんだから、すいません朝早くて。-41 です。はい、ということで数 1A が59。ここに時間がかかりました。なんか時間がかかったっていうより問い5とかの後ろの方がボロボロ、うん、はい、でどれを選択したの。選択は3と4を選択しました。3と4を選択したのに5ってどういうこと。3と5を選択しました。3と5ですね、はいはいはい。でも問い1も結構落としてる、ね、そうなんだ。1はできる人が多かったでしょ、やっぱり1個間違えると連鎖で。ああ、そうなんですね。それが数学の特徴だから、それですごい大きく点を落としてる感じが。じゃあ数 2B ですね。数 2B の方がまだ数学的思考で解きやすいって言ってましたね。はい、だからなんか小細工的に読むのが多いとかが少ないですね。数 1A よりも純粋に数学ができる人がまあできるような問題という好評でした。はい、12時過ぎに撮ってます42です。はい、ということで数 2B が58、ほぼほぼ変わんないですね。数 1A の方ができたのか。変わんない。こ
わんない、はい、え、2B は苦戦しましたか、はい、いや、1A も 2B もそんな難易度の差を感じなかったです。なるほど。で、選択したのが5番と4番です。確率分布はちょっと見たけど、難しかった、うん、なるほど、という形でございました。はい、なるほど。まあ、英語リーディングと同じ点数ですからね。さあ、残りは理科、物理とか科学ですね。はい、この順番で解かなきゃいけないとかあるの？いや、ないです。どっちからでもいいですね。どっちからでも、あの、社会と多分一緒です。いい時代になりましたね昔は決められたパターンしかダメだったからね。最初が物理みたいな。そうそう、同じ時間に2つがあったから。ああ、だから片っぽしか選べないみたいな。あ、もう片方は選べないみたいな。今はどのパターンでも取れるってことですね。だから42です。はい、だいぶ減らしたな問題数が少ないから1個がでかい。そうですね、22番までしかないから。どうですか、物理は。まあ、うーんみたいな。書き込みはめっちゃいっぱいあるけどでもなんかすげえ勉強してるっつってなかったっけ。ああ、物理すごい。電気やったけど電気全然ダメでしたなるほど、本番はね、思うようにいかないってやつですよ、うん、はい、最後は化学でございます。化学ですね。26、74。あ、したら、あ、化学ができたってこと。化学の方がまだマシ。はい、ということで、はい、謎の得点の取り方ですね。ああいう、まあ、化学が最初にやったんで、はい、多分疲れてない国語と化学ができるという、うん、ということで合計は900点中603点ですね。で、パーセンテージすると 67% ですか。67% でどこに出願するかですね。そうですね、なんか原文のみとかのところも考えたら、うん、また割合変わりますもんね。そうですね、社外使わないとか。そうすると、で、海洋大は比率変わるよね。でも、そうですね、なんか学科によってすごい英語が2倍になったり国語が2倍になったりも、うん、国語2倍、2分の1か、国語がギュッとされちゃう。そう、理系だから2倍にならないでしょ、ということで。そうですね、だから国語が強くても意味がないんで、うん、あんまり海洋大だと。で、しかも共通テストの割合がすごい高いというか重視されますね。どうするんですか、海洋大出すのか。ちょっと考えます。平均点はどうなんですかね。平均は英語リーディングは下がると思いますけど、うん、全体的にはどう。全体的には、いや、教科によるでしょ、当然。去年より、だから国語は上がっちゃうから。絶対国語は高く出てるけど国語の平均点が上がっちゃうんで、まあ、意味ない。数 1A 数 2B、 いや、でもまあ理系の国立にはむずいでしょ、そもそも点数的に、ね、この点数では突っ込めない、はい、やっぱ数学が弱すぎると思うんで、うん、理系としては。文典も検討。文典も、ただどちらにしろ英語なんで、理系だろうが文系だろうが英語できなきゃいけないんで避けて通れない、はい、次第型は大丈夫なんですか、英語は。そもそも次第がやばいんですけど。よくトイックと英検比べさせられますけど、まあ同じような感じです。なんか次第と共通テストって違うものではある。形がもう文章読むか文法かみたいな、うん、文章読むっていうか、まあ情報処理なんでね、うん、スポーツが違うって感じですけど、はい。でもまあ科学、うん、むずいなこれ。だって私立で戦ったら数学で理科でやるわけでしょ。英数理科で戦うんですか、うん、運転してもだって社会ないじゃん。それか二次が高いところ、二次の方が比率高いところ。あー、そこにかける。二次の数学とかできんの、そもそも。科学とか物理できないです。でしょ、そりゃなかなか難しい戦いになると思います。じゃあそういうことで、はい、今後はじゃあそのまずはそれを検討しないといけませんね。二次の割合でっていうのと、まあ5回で共通テスト、まあ2次までの期間があるっていうのが、ああ、ちょっと長め。そう、長くなるので、今年は早かったので、まあちょっとですけどね、はい。なんで、まあそこで2次にやるのか、それとも私立どうするのかですね、はい。それを決めるっていうのが今後あると思ってください。はい。ということでございました。以上の結果でございます。はい。共通テスト受験受けた皆様お疲れ様でした。はい。それでは次回、は決まってるのかもしれないですね。志望校をどうするかとか、はい、決めたいと思います。最後、ご視聴ありがとうございました。できます。